聖書を拝読します。ヨハネの黙示録2章11節から17節までです。拝読します。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して罪人の死によって損なわれることはない。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテバスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなた方は少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前に つきまずの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不信仰を行わせる。17節までです。ノーパーチュ先生の映像説教、ヨハネの黙示録公開、ペルガモ教会1回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットを通して礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、主が七つの教会にくださった言葉はすべての時代、すべての教会に適用されます。スミルナ教会にくださった御言葉の中のユダヤ人だと自称している人々も、主の働き以後どの時代にもいたし、このような人々によるサタンの回収もいつもいました。悪魔が主を信じる人々を試すために牢に投げ入れて苦しめることも絶えず起こりました。そしてこのようなことは主が私たちを連れに再び来られるその日まで続くでしょう。主の皆によって福音を伝えるところ、さらに神の力ある技が現れるところには、いつもユダヤ人だと自称している人々もいて、その人たちによって福音伝播が妨げられ、神の力を行う人々が迫害されるのです。主がスミルナ教会にくださった御言葉は、将来本教会が果たすべき北朝鮮宣教の使命と関連して説明したのもこのような理由からです。スミルナ教会にくださった御言葉は、本教会の使命である北朝鮮宣教にだけ限られるのではなく、主の福音を伝えて神の力を表すところならどこででも起こりうる状況を説明したのです。したがって重要なのは、主の皆によって福音が伝えられ、その上大いなる神の力ある技が共に現れると、必ず敵である悪魔サタンの妨害も大きいということを悟り、いつも目を覚ましていて祈り、信仰で勝利しなければならないということです。スミルナ教会はまさにこのような状況にあるすべての教会のモデルになるのです。スミルナ教会にはイエス・キリストを信じるために受けなければならないいろいろな苦しみと迫害がありました。ユダヤ人だと自称している人々に妨げられ、悪魔がもたらす試みと苦しみもありました。ところがこのスミルナ教会に主は、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えようという勧めの御言葉をくださいます。主の皆のために苦しみを受け、また今後も悪魔によって試みと苦しみを受ける彼らに、私はあなた方の労苦を知っている、もう少し我慢して耐え忍びなさいと慰められたのではありません。かえってさらに忠実であり、しかも死に至るまで忠実でありなさいと言われたのです。それはスミルナ教会がより大きい祝福と報いを受けるためでした。スミルナ教会が主の皆のために受けたすべての試みと苦しみと迫害は、必ず彼らにとって祝福と報いになります。
しかし、ただ試み苦しみと迫害によく耐えて勝利を得るだけでは、神様の前に完全に褒められるのではありません。私たちは当然すべきことをしたからといって褒められるのではありません。自分がすべきこと以上にあふれるほど果たした時に初めて褒められる資格があるのです。どころで神の子供として主の御名のために迫害と苦しみを受けるのはある意味では当然のことです。それで主はスミルナ教会がより大きい祝福と報いを受けるように、慰めよりは死に至るまで忠実でありなさいという勧めの御言葉をくださったのです。どころでここで死に至るまで忠実であるということが、ただ目に見える肉の忠実だけを意味するのではないと言いました。罪と血を流すまで戦って、悪はどんな悪でも避けて、自分というものがなく、ただ真理である神の言葉だけがあって、御言葉を完全に守り行うこと、これがまさに死に至るまで忠実でありなさいという御言葉に込められた霊的な意味です。それとともに肉的にも忠実である時でこそ誠の霊的な忠実であり、完全な報いにもなります。肉的にいくら忠実であっても、それだけでは完全な報いになれないのです。霊的に死に至るまで忠実であった人々に命の冠が与えられ、三天層以上の天国にも入れるのです。しかし、いくらこのような約束の御言葉があっても、それを聞く人が耳を傾けなければ何の役にも立ちません。ヨハネ10:3-4に、門番は彼のために、すなわち牧者のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきますとあるように、ただ主に属する羊だけが牧者である主の声が分かって、その声についていくのです。このように聖霊を受けて神の子供とされ、自分のうちに聖霊が宿っている人は、聖霊の声を聞いてそれに従います。11節前半節に、耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさいとあります。ここで耳とは肉の耳ではなく、聖霊を受けた神の子供として、当然聖霊の声を聞くことのできる霊の耳を言います。皆さんもこの霊の耳を持たなければなりません。真実を聞ける、真を聞き分けられる耳を持たなければなりません。私たちをすべての真理に導かれ、神様の心と思いについて教えてくださる聖霊の声を聞く耳が必要です。それでこそ神の言葉も聞けるし、それを聞いた時、その霊的な意味も悟ることができるのです。どころでこのように御言葉を聞いて悟り、聖霊の声を聞く霊の耳は、心に悪がないほどよく聞こえます。言い換えれば、悪がないほどもっと明らかに聞く霊の耳を持つのです。反対に悪があるほど霊の耳は遠くなって、御言葉を聞いても悟れないし、聖霊の声も聞けないのです。代わりにサタンの声を聞くようになります。しかし、まだ心に悪があって、聖霊の声を明らかに聞けないとしても、講談で述べ伝えられる御言葉にだけはいアーメンと言って聞き従っていくなら、速やかに聖霊の声も明らかに聞く段階に至れます。そうなれば、すべてのことを御言葉に照らしてわきまえる力が生まれ、どんな試み苦しみと惑わしにも
勝利が得られるのです。また世の闇を退けて真理でない罪と悪と戦って勝つことができます。このように言葉に従って世の罪と悪と戦って捨て真理の通りに生きていく人を勝利を得る者と言っています。皆さんはほとんど勝利を得るものですね。そしてこのように勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはないとあるのです。それでは第二の死によって損なわれるとはどんな意味でしょうか。第二の死があるなら第一の死もあるということですが、第一の死とは人の肉の命が尽きる肉の死を言います。そして第二の死とは人の主人である霊が永遠に消えない地獄の火に落ちることを言います。黙示録20の12から15に、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。そこから死もハデスとは、死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名を記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。命の書に自分の名前が記されていても消されることもあるということです。すると救われないのです。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。つまりたくさんの書物があって別に命の書が あるのです。主を信じる人は命の書に名前が記されて裁かれて報いを受けますが、別の数々の書物に記された人はその本に書いてあることに基づいて裁かれるのです。だから肉の行いをしてはいけない、死に至る罪を犯してはいけないといつも言っているのです。死に至る罪を犯せば悔い改める霊が与えられないので悔い改められないのです。するとその時から命の書から名前が消されて別の書物に移されて犯した罪がことごとく記されるのです。主を信じる人は悔い改めて立ち返れば罪が許されますが、死に至る罪を犯せば許されないから、全ての罪がそのまま書物に記されて裁きの日にその本に書いてあることに基づいて裁かれるのです。真理でない罪と悪の中を歩み、御言葉通りに生きなかった者、すなわち勝利を得る者にならなかった人は、とこしえに消えることもなく、うじも尽きることがない地獄の火で永遠に苦しむようになります。これが第二の死によって損なわれるということです。反対に御言葉を聞いて守りを行う人々、それで試みや苦しみが来ても揺るがないで、光の中にしっかり立って祈り、勝利した人々は、第二の死によって損なわれることがなく、永遠の命を得るようになります。だから救いの道は狭い道だというのです。世の人のように欲しいままに食べて楽しんでしたい放題する、そんな広い道ではなく、救われた私たちは狭い道を歩むのです。私はこのメッセージを聞いている皆さんが決して第二の死によって損なわれることがなく天国に至るように切に願っています。神様が私に委ねてくださった魂を一人も失わずに皆天国に導きたいと切に願っています。したがって皆さんすべてが将来主が私たちを連れに来られて麦と殻とを分けられる時、
よく実った麦となって主と共に公園に喜んで預かりますよう、主の主イエスキリストの皆によって祈ります。愛する聖徒の皆さん、今からは7つの教会のうち3番目のペルガム教会について伝えます。ペルガム教会は主から称賛と非難のどちらも受けた教会です。いろいろな迫害と苦しみの中でも信仰を守ったことは褒められましたが、彼らの中にはサタンに惑わされて世と共になり、間違った異端思想に惹かれて死の道に行く人々もいたので、これは厳しく非難されたのです。まず本文12節に、またペルガモにある教会の御使いに、すなわち担任の主のしもべに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われるとあります。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。ここで鋭い両刃の剣とは神の言葉を例えたのです。ヘブル 4-12 に、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますとあります。そしてこのように鋭い両刃の剣のような神の言葉を持つ方は、まさにイエス・キリスト、私たちの主です。ヨハネ 1-14 を読むと、イエス様は言葉が人となってこの地上に来られた方で、言葉そのものである神様とお一人です、お一つです。ですから主は当然神の言葉を完全に持っておられるお方です。ではこのように両刃の剣よりも鋭い神の言葉がどう働くのでしょうか。神の言葉は生きていて力があり、そのうちに命があります。世のどんな本にも生きていて働く本はなく、その中に命がある本はないのですが、神の言葉だけは私たちが信じて行うとき、御言葉通り生きていて働き、霊と魂を生き返らせる命の働きが現れます。例えば詩編 37-4 に、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあります。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。皆さん、心の願いのない人がいるでしょうか。心の願いを叶えていただきたいなら、主を己の喜びとすればいいのです。とても簡単なのにそうできない人がいるのです。試練、患難、迫害でもやってくると思い患ってとても辛そうな顔をするのです。喜びも感謝も天国への希望もないし、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、つまり信仰生活を正しくして速やかに御霊の歩みに入って、さらに全く背乗るものとされて主に喜ばれれば、心の願いも叶えられるのです。皆さんがこの御言葉を本当に心から信じるなら、この御言葉に従って神様に喜ばれることが何かを探して行ってみますように。ヘブル 11-6 に、信仰がなくては神に喜ばれることはできないとあり、箴言 11-20 には、まっすぐに道を歩む者は主に喜ばれるとあります。神様は信仰を見せることを喜ばれるのです。それで私の昔の証をたくさんしましたが、それを聞いて見習った方がどのくらいいますか。本当に自分のものにして信仰を見せた方がどのくらいいますか。あまりいないようです。ある方が祈り受けに来て、病院に行こうと思ったんですが行かないで祈り受けに来ましたと言うんです。病院に行くことが先に浮かんだのです。
私は死にかけていた時も病院に行くなんて考えもしませんでした。働き人の頭の方々は私が死にかけていたのを1990年代に見たでしょう。家族も私も誰も病院という単語も口にしなかったし、考えすら浮かばなかったのです。どんなことが起こっても。開拓前、次女のミギョンが交通事故に遭った時も、そして長女のミヨンの場合は、私が新学生だった時、祈祷院で断食と祈りを終えて帰ってきてみたら、夏休みの終わり頃でしたが、全身にできものができているんです。暑い夏だし、扇風機やエアコンもない部屋で暮らしていたから、私が帰ってきてみたら、全身のできものがとてもひどかったです。体を動かせばかさぶたの割れ目から血が出るんです。それでも病院に行くなんて考えもしませんでした。祈祷院長も同じだし、三女の主人が脳震盪で倒れた時もそうだったし、これが信仰なのです。この信仰があってこそ神様に喜ばれることができるのです。そしたらできないこともできるようになり、できることはもっとできるようになったのです。信仰には不可能はないということを私は 100% 確信しているので、いつも信仰の目で見て信仰で行うのです。つまりどんな世の方法も使わないで、人に頼ったりしないで、ただ全知全能の神様、どんなことでもできる神様に信仰で委ねれば、その信仰通りになるのです。このように皆さんにいつも私の体験を明かししていても、いざとなると信仰を見せられなくて、世に頼って世の方法を使おうとするのです。私が死にかけていた時も、病院に行って手当てを受ければすぐ血が止まったでしょう。でも世に頼りたくなかったのです。万軍の主神様が私の父で主人だし、その方にはどんなことでもできるといつも祈っていたのに、どうして何かが起こったからといって世に頼るでしょうか。ならそれまで祈ったことは偽りになってしまうのです。だから仮に死んでもそうはできなかったのです。神様、信じます。全知全能でどんなことでもできる神様と祈っておいて、いざとなると世に頼るなら、その告白は全部偽りになってしまうのです。だからいっそ死を選んでもそうはできないのです。これが誠の信仰なのです。このような信仰を神様の前に見せるなら、信じた通りにならないことがあるでしょうか。ヘブル 11-6 には、信仰がなくては神に喜ばれることはできないとあり、エノクは信仰によって神様に喜ばれたので、死を見ることのないように移されたのです。箴言 11-20 には、まっすぐに道を歩む者は主に喜ばれるとあります。箴言 12-22 には、真実を行う者は主に喜ばれるとあり、真実を行う者は主に喜ばれる。箴言 15-8 には、正しい者の祈りは主に喜ばれるとあります。皆さん、正しい者になってみてください。正しく行って人を欺かないで、例えば自分が人を欺かなければ数億ウォン損するとしても決して欺かないのです。数億ウォン損するより偽りを言わない方を選ぶのです。目の前の数億数千の利益のために人を欺くことなどできないのです。本当に数億も損するとしても人を欺かない正しいものなら、そのような人の祈りは神様に喜ばれるのです。このように神様に喜ばれて、神様を愛し愛される人なら、どんなことでもできるのです。神様に喜ばれる人にできないことがあるはずがないでしょう。皆さんがこのように行う時、皆さんは神様に喜ばれ、神様は必ず皆さんの心の願いを叶えてくださいます。
こうして神の言葉が生きているということを体験するようになります。ところでこのように生きている神の言葉が魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すと書かれています。私たち人間はアダムが罪を犯してから霊が死んで魂の中に閉じ込められていました。しかし主を受け入れて聖霊を受ければ死んでいた霊が生き返るのです。霊が死んだとは神様との交わりが途絶えて霊が動けなくなって魂の人になってしまったということです。前説明したことがありますね。実際に死んだのではなくて魂の中に閉じ込められて全然活動できない状態になっているのです。だから死んでいるのと同じです。しかし主を受け入れて聖霊を受ければ死んだ霊が生き返るのです。そして熱心に神の言葉で魂を砕いていくほど、霊を閉じ込めていたこの魂を砕いていくほど、だんだん霊がもっと強くなるのです。霊が生き返るほど信仰が成長するのです。神の言葉が魂を砕いて霊を一層盛んに活動するようにされるからです。そうしながら関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すのですが、関節とは何でしょうか。皆さん、骨髄の分かれ目さえも差し通されたらどうでしたか。痛かったですか。関節とは骨と骨とがつながっている部分です。骨と骨とがつながっている部分です。それなら神の言葉がどのようにこの関節を差し通すのでしょうか。ここで関節とは霊的に自分で作っておいた枠を意味します。自分で作っておいた枠、この枠とは今まで育ちながら見聞きして学んだ全てによって形成されたもので、結局多くの真理でないものが入力されて作られたのです。ところでここで自分の義と自分の枠を区分しなければなりません。自分の義とは自分が正しいということです。夫婦喧嘩はなぜ起きますか。自分が正しいと言うから喧嘩するのです。結婚前は自分が正しいと言わないんです。相手を愛するから。女の方も男の方も相手を愛するから、よっぽどのことでなければ負けてあげて相手に合わせようとするのです。だから気が合うと思ってこの人と結婚すれば幸せになるだろうと思って結婚したのに、結婚した後は人が変わってしまうのです。自分の義を主張するようになるのです。特に男の方は自分が主人だから妻は自分に使えるべきだという自分の義が表に現れるのです。それで自分に合わせて使えてよくしてくれるべき妻がそうしてくれなければ気を悪くしてあれこれのことで喧嘩するのです。自分の義とは自分が正しいということです。本教会でも司教会でも同じです。主のしもべも同じです。自分が正しいという自分の義のため正当と平和が作れないのです。するとサタンが仕業をして教会がリバイバルできなくなるのです。自分が正しいという自分の義を捨てなければならないのです。人が完全に真理に変えられる前はこのように自分が見て正しいと思う自分の義というものがあります。真理に変えられる前は自分が見て正しいと思う自分の義が誰にもあるのです。しかしこのような自分の義も結局は世から入力された真理でないものによってできたのです。世の真理でないものをまるで真理のように思い教わって入力したので、自分が見て正しいと思う自分の義ができたのです。しかし真理の御言葉を聞き始めると、その時から誠の真理が何かが分かって
真理から外れている自分の義を一つ一つ発見して捨てていきます。どころかこのように自分の義を発見して捨てようとしてもうまくいかない場合があります。それはすでに自分の義が固まって自分の枠を作っておいたからです。言い換えれば、自分の枠とは自分が正しいという自分の義がそれなりに体系を持って固まったものと言えます。自分の義が人それぞれ違いますが、それがそれなりに体系を持って固まってしまったのです。それである人は性格そのものが枠になったり、ある人は自分が持っている知識そのものが一つの枠になってしまったりします。ある人は教養が枠になったり、教養も同じです。自分が学んで入力して成長した自分の教養が正しいと思うのです。でもそれも自分が正しいと言ってはいけないのです。もちろん正しいものもあるけれど、世界に行ってみれば国によって教養が違うのです。自分の教養がある国では全然正しくない場合もいくらでもあるのです。だから自分の教養だけ正しいと主張してはいけないのです。例えば握手するとき、私は軽く手を握るくらいですが、ある国では嬉しそうに激しく振るんです。すると私も仕方なく釣られて振るんですが、その国ではその人だけでなくほとんどがそんなふうに握手するのでした。でも手先だけそっと握る国もあったし、もちろんある程度一般的な教養もあるけれど、このように国によって違うし、挨拶のマナーも違うじゃないですか。海外から来られたお客さんの中で多くが挨拶するとき、まずハグして、左右に1回ずつ頬と頬を合わせてから握手するんです。それがその国ではとても自然な挨拶なのです。握手を先にするのではなくて、ハグして両方を合わせた後握手したり安否を尋ねたりするのです。このように国によって違うし、また会ってとても嬉しい時はそんな風に表現したりもします。だからある枠を作っておいてそれだけ正しいと主張してはいけないのです。ある人は教養が枠になったり、ある人は好みが、ある人は行動が枠になったりするなど、多様な形の枠が作られます。もちろん基本的なものはあるでしょう。例えで説明すると、ある人は御霊の人とはこういうものだと自分なりの枠を持っています。どころでこの枠が作られるまでは、自分が見て正しいと思う多くのこと、すなわち自分の義が積まれてきました。心もよくて柔和で御言葉通りに生きている方でもこういう場合がよくあるのです。自分が見て正しい真理だと思う多くのこと、すなわち自分の義が積まれてきたのです。このような自分の義が積まれると、これを土台に御霊の人についての自分の枠ができます。ですからこういう人は他の人に自分の義を敷いて苦しめたり、そうしながら本人は相手を苦しめているとは全く思えないのです。自分が真理で作っておいた枠だから、自分は 100% 正しいことを相手に言っていると思うから、真理を言っていると思うから、相手がそのため苦しんでいるのに悟れないのです。真理で自分の枠を作っておいたから、自分の義を敷いて苦しめたり、自分の枠にぶつかる人に対しては裁いて罪に定めたりします。自分は正しい、相手は真理を知らない、正しくないと思うから裁いて罪に定めたりするのです。
でもそれ自体が真理でないことで悪があるということも悟れないのです。自分の悪には気づかないまま自分の枠にはめようとするのです。だからそういう人はいくら御霊の歩みに入ったとしても全ての人との平和を追い求めることが欠けているのです。時々ある人は自分の中には枠が強く固まっているのに上辺では他の人に自分の義を言い張らないであまりぶつかってもいないように見える場合があります。でもこういう人は他の人の話や勧めに対しても自分の枠で強く防いでいるのために結局自分の姿が発見できないし変えられにくいのです。自分の中に枠が強く固まっているのに上辺では他の人に自分の義を言い張らないであまりぶつかっていないように見える人がいます。でも他の人の話や勧めに対しても自分の枠で強く防いでいるためにそれを受け入れないのです。それで自分の姿が発見できないのです。誰の勧めでも受け入れてこそ自分を発見できるのに相手を無視するから自分を発見できないのです。ではどうすれば自分を発見できるでしょうか。自分より信仰の強い権威と力のある人に指摘されてこそその義と枠が打ち砕かれるのです。それも一度でできるのではなくてたくさんの話を通して悟らせる過程が必要です。でもその人より霊的に高い権威と力のある人と話をする機会がよくあるのではないので自分の枠を発見するのが難しいのです。それで数年間変えられないままなのです。神様を愛していると言いながら、だから毎年教育があるのです。その教育のメッセージを自分のことと受け入れて恵みを受ければ自分を発見できるチャンスになるのです。ですからこのような自分の枠は何としてでも打ち砕かなければなりません。それはただ神の言葉だけで可能です。時には自分の枠があまりにも強くて御言葉がなかなか入る隙がない人もいます。しかし神様は強制的に心の戸を開かせて御言葉が入るようにされるのではありません。それは講義から外れるからです。国を治める人がこういった自分の義と枠がなくて全ての人の話に耳を傾けることができるなら政治も正しくするでしょう。でも自分が正しいと思うことを言い張って誰の話も聞かないから問題です。確かに間違っていると周りからいくら叫んでも耳に入らないし自分だけ正しいと主張するのです。そして特に枠が強い人はいつも国民とマスコミから責められていても自分は正しい、自分には間違いなんてないと最後まで意地を張るのです。みんなが間違っていると言えば聞き入れてなぜそう言われるのかじっくり考えるべきなのに自分の考えと自分の話が正しいと言い張るから他の意見を受け入れないのです。誰にでも神様が強制的に心の戸を開いて御言葉が入るようにされるなら敵である悪魔サタンがそれは抗議に合わないと当然訴えるのではありませんか。自分から少しでも心の戸を開いて御言葉を受け入れる時でこそ御言葉が入るのでありこれがまさに抗議です。したがって自分に枠があることを認めてへりくだった姿で心の戸を開いて御言葉を受け入れる姿勢になっているならいくら固い枠でも結局は御言葉で打ち砕いていけるのです。次に神の言葉は
骨髄を差し通すとありますが、骨髄とは骨の内部の組織ですが、霊的には微細でありながら根を深く下ろしている罪と悪を意味します。骨の奥深いところにある骨髄のように、罪と悪の根も人の心の深いところにまで根を下ろしているのです。したがって骨髄とは、言い換えれば心の深いところに内在している悪であり、本性の中の悪、または気質の中の悪もこれにあたります。ただ御言葉の剣でだけこのような深い悪までも差し通して取り除くことができます。だからといって、ただ神の言葉があれば関節と骨髄の分かれ目さえも差し通せるのではありません。関節と骨髄にまで及ぶ深い霊の御言葉でなければならないし、それを伝える人に御言葉の権威が伴わなければなりません。このように驚くべき神の言葉、すなわち鋭い両刃の剣を持つ方がペルガモ教会に言われます。13節前半に、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座があるとあります。サタンの王座、サタンの回収ではなく、サタンの王座がある。先にスミルナ教会のところでサタンの回収については説明しました。どころが今日の本文のサタンの王座とは、サタンの回収とは違います。教会の中で一人二人が集まって真理でないことを話して、それを他の人に伝えれば、それがサタンの回収になるのです。講談からいつも教えているでしょう。良いことだけ話して、良いことだけ見て、良いことだけ聞いて、良くないことは話しても聞いても見てもいけないと。その通りにしたなら良くないことは聞かなかったでしょう。今日の本文のサタンの王座とは、そういったサタンの回収とは違います。サタンの王座とは、サタンが望んでいる状態を言います。これは肉的に見るとき、当時ペルガモという都市が偶像で満ちていた状況を言われたのです。ペルガモは当時小アジアで最も重要な都市の一つで、政治と学問の中心地でした。同時に贅沢が過ぎて多くの偶像を拝んでいる都市でした。ローマの支配の下では皇帝崇拝もひどかったの、です。ペルガモにはゼウス神殿をはじめ、デオニソス、アテナ、アスクレピオス神殿、ローマ皇帝のための3つの巨大な宮など、さまざまな偶像を拝む神殿がたくさんありました。そのうち特にアスクレピオス神殿は蛇を拝む神殿でした。黙示録 12-9 前半節に、こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたとあるように、蛇はサタンの象徴です。このようにペルガモはサタンの王座があるところだったので、主はこのような環境で信仰生活をしているペルガモ教会に向かって、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座があると言われたのです。ですから、こういうところで信仰生活をしている生徒たちがどんなにひどく迫害されたでしょうか。それで主の忠実な証人アンテパスもそこで殉教したのです。13節後半節に、しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも、
私に対する信仰を捨てなかったとあります。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。でも今日はどうでしょうか。前私が血を流して死にかけていた時、なんと数百人が教会を離れてしまいました。しかも私に祈りを受けて生き返った人は、その大家族が全部離れたし、彼らに惑わされて他の生徒も離れたのです。神様が共におられる主のしもべなら、神の力があるなら、なぜあんなふうに血を流して死んでいくのかと、それを言い訳にして離れたのです。1998年99年にもそうだったし、私が死んだのでもないのに。でも本文のアンテパスはサタンの住むところで殺された時でも主に対する信仰を捨てなかったのです。それならアンテパスとはどんな人物であり、どのようにして殉教に至ったでしょうか。これについては次の時間に続いて伝えます。愛する聖徒の皆さん、詩編19の10で記者は、神の言葉について、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと歌っています。金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。神の御言葉が辛くて苦しいものではなく、多くの純金よりも好ましく、食べれば食べるほどもっと食べたくなる蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと告白しています。皆さんが神の言葉をこのように好ましく思って心から甘く受けるなら、清められることは決して難しくなく、長く時間がかかるものでもないでしょう。もちろん神の言葉は両刃の剣よりも鋭くて、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通すと、その時には痛みと苦しみとか伴う時もあります。変えられないから、聞き流してしまうから、御言葉を聞くたびに刺されて痛みと苦しみが続くのです。それで教会を離れてしまう人もたまにいます。しかし皆さんの霊と魂が罪と悪のために苦しんで、そして関節と骨髄が腐っていきながら受ける苦しみと痛みを思うなら、神の言葉の剣に差し通されると、むしろすっきりして嬉しくなるのです。ですから御言葉を純金のように好ましく、蜜蜂の巣の滴りよりも甘く思うなら、何としてでも御言葉をさらに聞き、熱心に食べようとするでしょう。このように御言葉を聞いて食べ、心の糧としていくとき、ついに主に似た完全な真理の人に変えられるのです。したがって皆さんは詩編119の103のように、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう、あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう、蜜よりも私の口に甘いのですと告白できますように。そしてこのように御言葉を愛して好ましく思う人なら、言葉は神であるとあるので、当然神様を心から愛するようになります。このような皆さんになって、生きていて働く神の言葉が皆さんの人生に豊かな実を結びますよう、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。聞いたすべての御言葉が命となるように、力となるようにしてください。自分に適応して、肉の思いと自分の義と枠を捨てて、聖霊に満たされて聖霊の声を聞いていくようにしてください。死に至るまで忠実であり、命の冠を受けるように、神様の誠の子供になるようにしてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや煩いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安住してください。 CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め。不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、遅延症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も溶けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。見ごもりの祝福も与えてください。見ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと死の燃える炎のような御目で、全ての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこのように奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする靴になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。